ました GCU 木曽散歩のお時間でございます、今回も素敵なお客様にいろいろお話を伺っていきたいと思います。ご紹介いたしましょう。協同組合ボンネット代表理事を務めてらっしゃいます三好隆弘さんです。三好さんよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。協同組合ボンネットさん、まあ、今回オフィスちょっとお邪魔してるんですけども、はい、場所でいうと新横浜駅からもう歩いて 4,5 分ぐらいですか。そうですね、歩いてもいい4、5分ぐらいでも着いちゃう。はい、すごい便利のいい場所にね実は事務局があるんですけども、どういう内容の事業内容かっていうのをこれぜひ皆さんにちょっとご紹介いただけますか。はい、主に私がですね、はい、活動させてもらっているのが、はい、ETC カード、法人様に向けてのカードの発行とですね燃料カードの発行で、まあ、車に携わる備品の販売などを行っています。はい、メインはその ETC カードにまつわる事業ということですね。そうですね。はい、いや本当に GCU さんはね建設業を、まあ、基本とした組合ではあるんですが、いろんな企業さんが加盟されてらっしゃるんですよね。 ETC カードの貸し出しすごい気になるでしょ。今回それテーマじゃないんです。それ次回に取っておきますんで。はい、ということでまずは前半戦ということで、はい、三好さんのお人柄にちょっと焦点を当てながら半生振り返っていただけたらと思うんですけども、ご生年月日は、1981年の4月の3日になるんですね。あ、意外と言ってらっしゃるんですね。もう40です。ね、見た目すごい若く見えません？なんかね、どんどこどんの山口さんのような風貌もちょっと感じさせつつ、若干ホストの匂いも漂わせ、はい、いろんなキャラクターがこう混じり合って三好さんを形成してるような感じがありますけど、ご出身はどちらなんでしょうか。静岡の伊東市。あら、また鳩屋がある。はい、ね、伊東入る手前のあのね道の駅大きいとこあって、あそこだけでも一日過ごせますもんね。鳩屋も最高ですし海の幸も美味しいし。伊東はいつぐらいまでいらっしゃったんですか。もう18までいて、もう卒業と同時に東京の方に出てきまして、はい、もうずっと出たくて出たくてしょうがなかったんですよ。伊東めちゃめちゃいい街じゃないですか。過ごすと温泉も普通になってきてしまうんですよ、はい、あったかお湯になっちゃうんだから。でもずっと少年時代ね、社会出るまでは伊東でお過ごしになって。もうずっとそうですね。どんな少年時代だったかちょっと振り返っていただきたいんですけど。少年時代はそうですね、元気は良かったですね。元気は良くてスポーツはずっとやってまして。お、何やってらっしゃったんですか。バスケットと、あと高校時代もサーフィン、これがもうなんていうんですか、伊東という街が観光地になるので、はい、うん、関東でいう映画館だったり、はい、そういう娯楽のがないんですよ。そうですか。なんかね、射的とかいっぱいいいとこありそうですけどね、東は温泉場ですからね。でもなんかあれですよね、スポーツバスケットボールやってらっしゃったってことですけど、身長結構高くてらっしゃいますか。そうですね、身長はもう187。あ、ですよね。会った時にすごいねスタイルもいいんですけど、あ、まず身長高いなっていうのすごい印象で強かったんですけども、どれぐらいの本気度でやってらっしゃったんですか。高校も推薦で学校に入らせてもらって、はい、で高校が終わってからは社会人という、まあ、大人の人たちが集まる部分での体育館を借りてやっていて、もうそこからもう20歳過ぎてからはもうピタッとやめたんですけども、5年前にはちょうど大人たちが集まってまた横浜の方でちょこちょこっとやったりは。へえ、もう今趣味の範疇で。もう趣味の範疇で、もうただその時にはまだプロというような制度がなかったので、今のような。もう言ってもね、オリンピックでバスケットボールもね、女子なんか特に大活躍したりして本当に盛り上がってますけども、まだその学生時代の時はそこまでではなかった。もうそこまでも実業団が限界だったんじゃないですかね。で僕のちょうどの学年の2つ上に、はい、田口先生。お、確か2つ上じゃなかったですかね。1つ上ずっと続けてたので、だって結局ね、アメリカまで行って大活躍された。ね、言っても今ね、いろんな日本人選手が海外行ってますけど、その先駆者的な方ですもんね。一番の、まあ、窓口を開いたというか。でもね、実際推薦で高校とか行かれたぐらいですから、相当やっぱりバスケットは実力あったってことですよね。好きで楽しかったんですけど、やっぱり高校に行くとバスケットよりも楽しいことって たくさんあるじゃないですか。お、具体的に何を楽しみに感じていらっしゃいました。まあ、周りの友達、はい、
ですかね、そちらのいろんな遊びがね、はい、急に歯切れを張ってましたけどもご想像にお任せさせて伊藤という街はそういった元気のいい、いやいや温泉の街ですよ、伊藤ね、クリーンな街ですけれども、まあ、ちょっとその部活やってた、まあ、中学時代から高校に入ると少しこう周りの環境もあってスポーツ以外の楽しさも見つけてしまいながらっていうことですね。で、まあ、社会に出るきっかけっていうのを少しずつ伺っていけたらと思うんですけども、その例えば小学校中学校高校と将来こんな仕事やりたいみたいな夢って少しずつ形になってきてた時期はあるんですか？漠然とはしてたんですけど、どこかで目立ちたいなっていう気持ちも当時はありました。でやはりそういう芸能関係だったりとか、そういう目立ってテレビ出るとか、まあ、そういうような活動もちょっとしたいなという気持ちで、フラッとやっぱり六本木にやりましたよ、ね。それは静岡にいながらってことですか？静岡からもう出てから、はい、あ、その前の時は特にこういう仕事やりたいみたいなのはなかったんですね。ただ高校生の時ちょっとそういう仕事はやらせてもらってたんですね。芸能の？芸能までいかないですけど、雑誌ぐらいのものはちょこっとやってはいたんですよ。出るもっすか？そうだ、ちょこっと。うわー、やっぱりスタイルもいいし顔もねハンサムだから、そういうちょっと被写体としての仕事もちょこちょこっとので、そこからあ楽しいのかなというような夢を描いたんですけども、実際のところはなかなか難しい。まあね、いろんな、もちろんモデルさんだったらビジュアルのいい方がたくさんいて、それが東京に集まってくるわけですもんね。でそれもちょっと途中で頓挫しちゃう感じなんですね。そこからもうそうですね、いろんなもやっぱりこの仕事もやるけどもこっちもやらないと生活が成り立たないっていうやっぱ状況があると思うので、うん、やっぱその状況からがどうしても苦しくなってしまって、はい、ある時のちょっと境界線がありまして、はい、ここまで長くやっててダメなんだなっていう、なんか自分の中のちょっと一本色が切れてしまったんですね。そう、モデルを志していた時期ですか、はい、でそこからやっぱりその欲という部分ではやっぱ金銭を追うような形で、目線を変えていってしまったんですけども、そこで出会ったのがやっぱり建設業というか、そこで、まあ、あの全く違うジャンルの仕事を始められると。そうですね、まあ、間にはいろいろあるんですけどもいろいろが多いんですよね。それちょっと聞くだけ掘り下げたくなっちゃうんですけど、ただいろんなことを経験したからこそっていうのは今この年になるとためになったなとは思います。いや絶対にね、経験の宝ですもんね。でまあいろんなご経験をされて、で最初その建設業の出会いっていうのはいくつぐらいですか？24、23ぐらいですか。たまたまそこの飲み屋の人を飲んでいて、その人が隣でちょうどもう仕事もちょっとしてない時期もあったんですね。知り合いの知り合いの方だったんですけど、俺こんな仕事やってんだ、やってみる？やってみます。どんな仕事ですか？初釣り屋。わかりました。知らなかったですね、そこまで初釣り屋。初釣り屋ご存知ですか皆さん？僕は今回三好さんとお会いすることで初めて知ったんですけど、これだって字も難しいですよね。石を折る、なんか斧みたいな字ですよね。で、ひらがなりで、まあ立ってお店の屋ですよね。でこれどういう職種かちょっとご説明いただいていいですか？まずはコンクリートを割るが一番の仕事ですね、はい、道路の土間を削ったりとかコンクリートを破壊して、まあ、解体業に近いんですけど、はいはい、もうそれが一番の仕事でしたね。はー、いやー、いろんな職業があるんですね。これ初釣り屋はどうでした？今でもやっぱりひび割りがあると気になりますもんね。割りたい衝動に絡めたい。もう割れかけてるから。パカってやったら気持ちいいよなっていう。それなんかやっぱり全く違う仕事じゃないですか、モデルさんと。やってみて楽しかったですか？一番楽しかったですね。僕はもう感覚的に汚れるし、はい、汗もまあまあかくし、まあまあ大変な仕事ですと思ってて、誘われてやって1週間の時に足を折られちゃったんですよ。折られた。下で。こう掃除をしてた時に大きなコンクリートを落とされてしまったんですね。ああ、まあミスでってことですね。で足に当たってしまって骨折してしまったんですよ。うわ、結局このまま行ったら多分もう普通に辞めちゃうけども、これ悔しいなと思って、これ辞めたと思ったら絶対逃げたと思われるんで復帰しました。おお、どれぐらいかかったんですか？でもね2ヶ月ちょいはかかったかな。ちょっと痛い痛い中でも
いや結構急いで復帰してませんか、それは。痛い中で治りきらないですよね。まだあのサポーターというかあれを鉄板をちょっと下に引きながら、それってやっぱ意地ですか。意地と金銭面ですよね。あ、まあ確かにその時ってやっぱ保証もなくて、まあ要は日雇い的な感じでやってたから、休むとその分生活費だけが出ていくっていう、しかも入院もしてるし。わあ、でもどれぐらいやられたんですか、その初日屋さんは。29まで。当時はやっぱり日数が働きたかったんですけど、当初一番最初にいたところっていうのが全然日数がなかったんですね、うんうん、なのでステップアップさせてもらって、そこから2回ですかステップアップさせてもらって、今度はもう昼夜働くような会社で寝る時間は全然なかったんですけども、はいはい、逆にそれが充実してた部分もあって、やりがいは。まあ、ただそのタイミングでもしかしたら初めて働く喜びっていうのが見つけられたのかもしれないですね。いや本当ですね。あの汗をかくからやっぱりあのご飯が美味しい、よく寝れ、でお金の大事さもよく分かるし、で何が一番良かったって、あの休憩の時の職人あるあるじゃないですけど、はい、休憩の時にタバコ吸ってて、いろんな人たちと喋ってる中で、まあ、みんな一緒に立ち上がるんですよね。そうですよね。そういうのがやっぱり一番良かったのかなと思って。でそのハツリ屋を結果的に7年ぐらい経験されて、でそっからお辞めになるわけですよね。そうですね、はい、その転機というのはどういう。一番はまず結婚が一つ、はい、私の結婚が一つなのと、はい、ちょうど震災があった年、3.11 でしたっけ、はいはいはい、があって、やっぱりその投資のちょっと仕事量も減ってきながら、そこからなんとかはやってたんですけども、まあ、やっぱり一番は結婚の機に、次がもう今の仕事に。その振ったら ETC カードの事業ってなかなか出会わないですよね。もう出会わなかったですね。そのどういうきっかけでこれ出会われたんですか。まあ、やはりあの結婚記念で、あの義理の父があのこの事業というものをあの最初の地盤を作っていたもので、義理とお父様がやられたわけですね、はい、地盤を作っていて、そこでやはり学ばせてもらって、そこから今に続くという形でやらせていただいて。最初にその義理のお父様がこの事業をやられてるのを知った時ってどう思いになりました。いや何も分からなかったです。何やってんだろう。その時も僕パソコンも使えなかった。何もビジネスマナーっていうのを一切知らなかったんです。でそれ一から勉強していって。そうですね、何が何だか分からないっていうのもまた幸せなことで、でそれも学び、そして自分の見識になっていくことが喜びになるってことですね。今のその仕事の楽しみって言ったら、いろんな方と出会う、いろんな業種の方と出会うので、そこが一つずつの自分のプラスにもなるし、その分を還元しなきゃいけないなっていう部分もありながらも楽しみがありますね。いやよく伊藤のやんちゃ坊主がこんなに立派な大人になりましたね。すいませんね、なんか親戚のおじさんみたいなこと言っちゃいましたけども。はい、まあまあということで、まあ三好さん、この後はまあ供養堂組合ボンネットとしての事業のお話、はい、伺っていきたいんですが、ちょっと目線変えまして、ご家族もいらっしゃるということで、はい、お子様はいらっしゃいますか。はい、女の子は1人。あ、お一人。おいくつなんですか。今、9歳ですか。9、わー、かわいい盛りですね。小学校3年生ですね。で、休日の過ごし方は。今はもうあの海、僕は趣味でサーフィンをやってるので、この頃どうだって言ったら、ちょっと行ってみたいってことで、一緒にお嬢さんと、はい、できるもんですか、小学校3年生とかって。やっぱり最初の使うボードだったりとか、波質をちゃんと選んであげれば、やっぱり最初の時の、まあ立てることは立てて、まあ子供だから逆に柔軟に対応できるのもあるかもしれないですね。お父さんがあのこれやってて失敗したことをさせないように、子供にうまくこう道具だったりとか、はい、喜びを教えてあげられればできるんだなって親も勉強しましたね。見て学ぶってことは変わらないわけですね。さあ、そして、ご自身の性格を一応アンケートでお聞きいただいてお答えいただいてるんですが、はい、見た目より真面目。真面目です、うん、これね、あって分かる。見た目はちょっとね、分かんなかったです、ファーストコンタクトは。でもお話聞いてて、あ、真面目な人なんだっていうのは分かってきました。うん、人って合わないと分かんないですね、本当にね。
あまり自分でムンムン言っちゃうと逆に疑わしく見えます、ね。はい、さあということで、そんな三好さんでございます。お人から少しでも伝わればと思うんですけども、後半次回になるんですけども、事業として取り組んでらっしゃる ETC コーポレートカード、僕初めて今回いろんなお話を伺いまして、これが実に目から鱗の情報がたくさんあります。で特にまあ分かりやすく言うと、高速道路を使った移動距離の長い事業の方であればかなり見るべき内容の回になるんじゃないかなと思っております。はい、ということでぜひ次回もチェックしていただけたらと思っております。ということでここまで、とても貴重なお話ありがとうございました。